ンジ藤の裏話。お疲れ様です。本年もよろしくお願いします。よー出たあ、これね、あの、はい、忘れないうちに、この空間はトレイルフレッシュっていうあのオゾンが出る機械が置いてあるので安心して放送できてます、はい、ここにパーテーションあります、あるんだよがあるので、マスクを外して、やらさせていただきます。今日はちょっと飛ばしていかなくちゃ。そう時間がね。そうね、違うの、ママがね、あのね、3日にシャバダバの、はい、ほら何、直樹さんのねライブチッタで、川崎クラブチッタで、そうそれあの撮ってきてって言ったからね。はい、撮ってまいりました。ありがとうございます。それをね流してもらいたくて、はい、よろしくお願いします。いいですか、早速ね、はい、そう、もう最高のレジェンド紹介します。ジェームス藤木。ジェームス藤木。Are you ready? I'm ready. One, two, three, go! I'm sorry.
く開かれてます。楽しそう。楽しかったです。私は踊れないので今度あのドレス作ろうよ。どうですか、このコーナー。あ、こういうやつ。そう、はいはいはい、2人で邪魔じゃない、歩くとき邪魔じゃない、アスラよりいいと思うけどね。でもお子さんも踊ってたのね。そうなんです。ロックンロールなんて知ってるの、今の子たちって。なんか多分、うん、知らないんじゃない、知らない、うん、けどお母さんたちがやっぱり、あ、だから影響で、影響でね、うん、すごいね、可愛かったかね、リーゼントしたいし、そう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 、いいな、あの子欲しいなと思いながら、欲しい、欲しい、どういう可愛くてくるくる踊ってて可愛い。ああ、でも覚えたんだろうね。へえー、すごい。じゃあ今度ママたちもロックンロール踊れるようにしなくちゃ、ね、頑張りましょう。ジルバじゃダメなんだよね、フィリピンでジルバ踊ってくる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 回されてたからね、はい、ちょっと違うね。で、あと次29日ですか、あの木更津、うん、あ、はい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 、ね、シャバダバーさんの、はい、ね、あのライブがまたあるそうで、お時間ある方はぜひ行ってください。お願いします。ママに行っていただきます。行きましょうなんかね、結構懐かしい曲とかやってくれるんで、はい、はい、いいですか。あ、いらっしゃいませ。お邪魔します。よろしいですか。はい、いらっしゃいませ。どちらから行きますか。あ、こちらから。少々お待ちください。痩せてる方から、ね、はい、じゃあお邪魔します。はい、はい、お邪魔します。いらっしゃいませ。はい、どうも、お邪魔します。私が、いつも言ってるんですけど、異業種交流会、異業種交流会、異業種交流会って言ってるんですけど、はい、ね、お世話になってる鹿島代表です。はい、鹿島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。あの主生クラブっていうね、はい、守るにこう、なんていうんですか、そうです、守るになるですね、なるですね、はい、はい、っていう、何年、2年経ちますかね、私。そうですね、はい、タカさんは2年ぐらい経ちます ね、もうそれこそね、千葉会場ができて、うん、はい、私もね、長らくお店をやってる方がね、うん、入ってくれなかったっていうのかな、今まで、はい、うん、だからそれで初めてね、お店やってる方が入ってくれたのがタカさん。あ、そうなんですね、うん、だからね、やっぱりそういうお店やってる方がいればね、はい、それ終わってから今度そういうお店にさあ、みんなでこう行けるっていうね、交流、うん、交流をまた違う場所で交流できるっていうのがね、でそういう提供してもらえる場所がある方がいい、早く入らないかなと思ったら、待ってたらタカさんが入ったとよかった、うん、ありがとうございます、はいはい、私ね、カズマさんの第一印象は、はい、お父さんなの。お、まあね、お父さんにね、ちょっと似てるんですか、似てる感じがしたの。年格好もだけど、私タカさんと思えばね、二回りぐらい上になっちゃうのかな、うん、見えないから言わなくていいですよ、まあ、見えないかもしれないけど二回りまでいかないけど、二十歳ぐらいは違うと思いますよ。私たち28なんで。そうですね、28ですか、はい、私35だから7歳しかないかいただきます。飲みながらやってます。はい、乾杯です。乾杯、いただきます。今年もよろしくお願いします。でもね、いろんなね、本当に業種交流が、うん、いろんな職業の方もいるし ね、あのね、一番ね、私がね、勉強になるのはこうセールスじゃないんですけど、うん、こう3分スピーチってあるじゃないですか、はいはいはい、2分でしたっけ。2分ですね、はい、はい、それをピタッて終わらす人がいて、おお、すごい、できないとか思ってまあだけどほとんどね、やっぱり毎回出てらっしゃる方は慣れですよね、うん、いやでも慣れって、慣れですよ、あれはね、うん、正直言って言うコメントを、うん、やっぱり事前に考えてらっしゃる方もいるし、うん、やっぱりそういう交流会の場所を、うん、離れしてる方はいますよ、ね、いやでもね、みんなの前でこう喋ったりっていうのがやっぱりしたくって、うん、で勉強になるからって、まあね、確かに今まで私もタカさんからのなんていうのご依頼の、はい、その案件ありますよね、はい、何件か、はい、まあ、そういうのだってすぐに対応できて、そうなんですよ、でやっぱりね、お仕事はやっぱりね、お掃除の清掃業もやってらっしゃるし、はい、まあ、そういうのに関してやっぱり
何かのこのその清掃に関して、ね、つなげてくれるっていうのかな。そう、一番助かったのは、うん、どうかあれどこでしたっけ、ね、ねちょっとね作業員がねガラス割っちゃった、ガラスっていうかの、ね、机のガラス、はい、うんうんうん、割っちゃって、ね、もうおこね向こうの人がやっぱ怒っちゃって、うん、スクイージーの落としちゃったのね、パーンって割れちゃって、うん、かなりねお怒りでね、すぐ直してくれって言われて、地元のとこやっぱり見積もりとか行ってなんだかんだって時間がかかっちゃうんですよね、鹿島さんっつって、うん、はいはい、でももうありましたね、すごい、ね、たまたま横浜のね、横浜の会場の、ね、方にちょっとご依頼したらすぐに対応してくれたと、うん、そういうとこだよね、そういうとこはやっぱりこういう異業種交流会、受精クラブのいいとこかな、はい、うん、そうですよね、もう奈美ちゃんもね、はい、あの一人立ちしたらぜひ、うん、ぜひね、入っていただいて、あれもできますから、 あれもっていう言い方はないんだけど、素敵な男性がドキ、そういうことも今まで主性同士で知り合って結婚する方もいます、ね、泣こうとしてたこの間、うん、いますよ、 あの人とね、あの人こうお互いね一人だからね、うん、いいんじゃないかななんてすごい心配です、やっぱりね相性っていうのは見てるとね、この来てるとね相性ってもうなんとなくね、お互いが何回か会ってると見てると、こうやっぱりその1回目よりか2回目、2回目より3回目っていうと視線のねあれが違ってきちゃうのね、じゃあ何組かこう、そういう何組かってことはやっぱり結婚相談所の方もいっぱいいらっしゃるから、はい、そういう方たちに依頼しちゃうとやっぱりすぐこうくっつけられちゃうっていう、そういうくっつけられちゃうわけじゃないけど、ナメちゃん、はい、うん、いいんじゃないの、ちょっと早く独り立ちします、うん、でもね、ナメちゃんお金かかるから、うん、あの収入の良かった、あ結構だけど皆さん代表者とかそうですよね、個人事業主さんとかみんな代表取締役の方だから、はい、まあそれそんなに生活感は皆さん生活能力は強い方たちだからいいと思いますよ、ね、うん、ぜひとも、うん、いや、そういうあれで、はい、視野で来てください、え今一、ね、人だけ目的違っても大丈夫なんか違う気がするんだけど、うん、大丈夫ですか、でもあれですよ、千葉会場も若い人が随分増えまして、そうですね、うん、なんだかんだ言って、ね、活気がありますよね、うん、やっぱり結構若い方いるし、まあ独身の方も結構、独身の経営者は結構いいですね、うん、既婚者もまあいらっしゃいますけど、独身の方結構今若い経営者の方って、うん、女性なんかも本当ね、エステシャンの方とか、うんうん、やっぱりそういう方たち結構若いながらね、うん、もう30代ぐらいでもう独立して、うん、でやっぱりご主人いなくても立派に従業員 4,5 人使ってね、うん、やってるいらっしゃる方いらっしゃるし、はあ、うん、素晴らしいなと思いますよ、なんかね分からないことがあったらね、とにかく誰でも答えてくれるのね、誰かしらいるの、いいですね、だから安心なの、うん、お酒のね付き合ってくれる仲間もいっぱいいますよ、あら、うん、いやー、それはいいね、本当にぜひともね、はい、そういう意味でね、はい、またそういうこういう会があるってことで、決して確かに仕事オンリーっていう考えを持つよりも、うん、仲間を増やして飲み仲間から仕事がこう広がる、それ一番いいですよね、一番いいですよ、うん、本当に、うん、結構だからそういうのでね、でまたご縁があって結ばれちゃうかと思って、それは私本当に変な意味の結ばれ方じゃなくね、うん、独身同士の方が2人が結ばれるなら、うん、大歓迎で ね私応援しますよ、もう結ばれるしか頭にないんですけどそれいいじゃないですか夢に出てきちゃういいと思いますよいいですよ、毎回ここに主性クラブって主性クラブで言うと、あと男性で結構じゃないですか、頑張れそうな気がしてきました、だから変な意味で付き合っちゃったら私がそうですよね、すぐそこに入れますからね、こういうガードみたいに、うん、つっかい棒になりますから、すごい、いけない方に行ったらじゃあ、いけない方はダメですから、ね、でも本当にね困ってる経営者の方いたらね、ぜひ、うん、鹿島さんにご相談ください、だからぜひともね答えが入ってくれればね、はい、この会に入ってくれれば本当にね、いろんな
お仕事もつなげたり、うん、助けられるいろんな方をね、なんかつながれられるかな、うんうん、それと正直な話、さっきの最終的に独身同士の方だったらね、うん、そうやって縁があって結ばれるようでしたら一生懸命応援するし、ありがとうございます、うん、生活が全部そういうことで大人気になっちゃうよ。ね、ラミちゃんが入ったら、うん、ラミちゃんだったらトリッコかもしれない。それがないと思う。独身の男性陣が、ね、そんなに上げてどうするんですか。で正直言って千葉会場がそれで盛り上がってくるリリースよ。そっちラミちゃんのために出席率が皆さんが良くなれば。だといいんですけど、なんか毎回なんか飲みすぎた人がいるとき怖いんだけどとか言って、おじさんちゃんがそのねママのお店にじゃあ行くっつったら男性陣がみんなごそっとついていけば来てくだされば嬉しいですね。嬉しいな。あとねすごいこんな職業あるんだっていうのも分かるし、そうだね、うん、でこの人はこういうやり方でこういう商売をしてるんだっていうのがすごくわかる。あ、勉強になる、ね、なりますね、うんうん、やっぱりねすごいみんな楽しく仕事してますよね。そうですね、そこがすごいなって思う、うんうん、なんかこうお金お金じゃなくて、はい、どうしたらみんなが良くなるかっていう、うん、ね、すごいな。こういうさ、はい、今日初めて私こうやってお招きいただいたんだけど、うん、まあ、こうやってタカさんとね、ナミちゃんとこうやって私も何回かね、今まで出演のうちの会員さんも出てらっしゃるし、はい、まあ、見せてもいただいてるんですけど、きっかけはなんでこういうのをやろうとしたのかな。きっかけですか。うん、まあ、タカさんがさ、はい、結局お店をやってらっしゃるじゃない、ええ、で、またもう一つのさ、うん、清掃業もやってるでしょ、はい、まあ、その多忙な中で、はい、これをやろうって言ったきっかけは何なのかなって、それね一回ね私ね主戦の時いつも聞こうかなと思ってて、ね、たまたま今日私こうやってお招きいただいたから、うん、こういう機会だからタカさんこのマイク通して皆さんに、なぜやったかなっていう、いや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 、もうね、ほとんどこれは私の楽しみになってるっていうかね、うんうん、分かりますよ。私もね毎回はい、拝聴させられて、はい、していただいてね、見せていただいて、その時に見ててお二人がもうはつらつともうそれこそ全くねそのカメラがあるなんていうの意識なく、はい、もうそれこそ日常の会話を楽しんでる、はい、あれを目の当たり見てんじゃないですか。そうなんですよ。で、まあ今日はこうやって本当に実際にここに私いるわけですけど、うん、はい、なぜこれをやったのか。まあね、だから千葉の本当はね、千葉のお店のママさんたちとか、うん、商売してらっしゃる人をね、うん、こう招いて、うん、輪を広げようと思ったの。うん、いろんな人に知ってもらおうかなって。もうちょっとこうまたみんなを元気にしようっていう。そうそうそう、うん、そういう心にもあったんですけど、ね、時間帯がねちょっとまずかったんで ね仕事の時間だからみんな来れないっていうのね、バカだったね私もみたいな。うん、だけど今まで結構さ、はい、いろんな方が出てね、ええ、一緒になって共演して、はい、まあ、楽しくねトークして、はい、私も見せていただいた中でね、はい、結構なんていうのかな、この番組自体が、はい、ここからもっともっとね、うん、栄えていってくれればいいと思うし、まただからそれにはね、なんとなく私もね、うん、まあテレビも私 NHK も出たり TBS も出たり今までね、はい、その仕事の関係で出たりしてるんですけど、はい、やっぱりメディアのその反響ってすごいんですよ、うん、あ、なるほど、実際、うん、私も商材持って海産物扱ってて、はい、やっぱりテレビ出ると全国から電話がパッと来るわけですよ、うん、だからそういう発信の中でっていうことでね、はいはい、結構だからそういうコマーシャル的な発信もそうですね、いいと思いますよ、ね、はい、うん、それでまあひもづいて、うん、YouTube 番組作ったんですね、うん、私のね、うん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 、でその自分の番組の、うん、もう最初から一人一人またゲストさんの編集してるんですよ今、うん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 、でその方の、うん、URL とかを貼って、うんうんうん、その下に、うんうん、そこから商材買えますよとかね、そういうご紹介をまだね始めたばっかりで、うん、登録者数30人しかいないんですけど、うん、かわいい、登録してください、うん、そう、でもこれから広がっていくといいなっていう感じですね、うん、ぜひぜひ。もう一度異業種交流会の
名前を教えてほしいです。あ、主生クラブです。主生クラブ。守るになるです。はい、成人のせいです。そうです。主生クラブ。あので全国に、うん、何箇所？全国にね、あの沖縄から北海道まで全国に210ですかね、10ちょっとですね、はあの会場があります。それであの会員数が2万人ぐらい今いて、うん、であの本部が発祥した本部が北海道の札幌にあります。うん、これはい。そうですか。これ出してくれた。商工日本です。はい。はい、この通りです。はい。はい、でここで私が千葉のあの一応千葉の会場を立ち上げて、今千葉のこの藤野隆さんが、会員さんになっていただいて、今日私ここへお招きしていただいたと、こういうあれです。はい、今こうやって出していただいてありがとうございます。あれですよね、あの高い像にも行けるんですよね、うん、気軽に。もう それこそあの1ヶ月のうち必ずどっかで、はい、あのやってますので、そこの会場へ行って全く同じことをしてますし、あの全然そこの会場行ってもあの千葉でやってたことを全く同じことをやってますから、何の引け目も感じずにあの堂々と千葉の、藤野隆だと言っていただいて隆さんの場合は言っていただければ、はい、もう皆さんがウェルカムで大歓迎してくれますので、はい、とにかくビジネスに特化した会です。そうですよね、はい、もう経営者の集まりで紹介者がなければ入れないと、うん、だから安心な、うん、あの会なので、で会費とかそういうのもリーズナブルな会費でやってますので、本当にリーズナブルでびっくりしました。私ぜひともね、皆さんがもし興味あるようでしたら、はい、ここにいらっしゃる藤野隆さんもいるし鳥越なんていうんですか、アズーリです、はい、アズーリさんですか、はい、まあ、こちらの方にまた言っていただければ藤野さんにつないでいただいて、はい、でぜひとも私の方へウェルカムで来てください。いつでもお待ちしてますので、はい、これを見た方はぜひともよろしくお願いいたします。はい、絶対ビジネスにつながりますので、はい、ご紹介しますので。あと鹿島さんは、ね、船長さんなんで、あびっくりしちゃった。びっくりした。海の男なんだ。はい、そうです。本当ね、あのここにカラオケあったら歌いたいですね。海その愛でもね、加山雄三のね、まあ。なぜいつも歌わないんですか。いや恥ずかしくて。そんなことないじゃん。やっぱりこうカメラがあると、はい、ついやっぱり歌いたくなる、ね。歌いたくなる。それってすごいな、なんかスター性があるじゃない。逆にすごいですよね。ねみんな嫌がる人とか多いのにね。だからね、海の仕事もね、やっぱりなんていうんですかね、特殊な仕事なんで、うん、そうですよね、うん、だけど私はね、海の仕事をやった時にね、学生時代から、まあ、海の仕事を、海っていうかね、海っていうか私ね、船が好きだったんですよ。あでね、正直言って今のね、近海の仕事よりも、はい、もうマグロ船みたいの乗りたかった。うわいい、遠洋漁業っていうのかな、まあ、それが一つのね、自分のそれ乗れなければとにかく航海に出たいっていう、なぜかっていうとね、昔からね、正直自分で残してロマンチストだったんですよ。だからすごくね、ロマンを追っかけたいの、うん、やっぱりその仕事が、今仕事も正直言って、うん、あの安定な仕事じゃないですよね、はい、やっぱりその時によっていい時もあれば悪い時もある、うんうん、はあ、だけどやっぱりそういうのってロマンを求めるっていうのかな。そうです、はい、あ、鹿島さんこれ Facebook の、ね、すごい私の、はい、うわーすごい、はい、うん、これ中村さんっていうね、はい、今リーチさんやってる方と、はい、すごい、こういう、うん、いやでもすごいな、こういうのがね、怖いとかないですか。ないですね。まあこの間の確か雪降った日ありましたよね、はい、あの時ね視界が全くなくてね、その時も出てましたよ、すごい大雪、はい、大雪でした、はい、すごい、うん、これ、私の Facebook のやつありがとうございます、載せていただいて、これ乗りやってる時うちの、息子です。あ、そうなんですよ、はい、鹿島さんとこの乗り、まあ、めちゃくちゃ欲しいありがとうございます、本当に、これはもう息子がちょうどやってる
じゃあ後継ぎが、うん、後継ぎっていうかね、うん、私はだけど正直言ってね、海の仕事ってこれからの仕事じゃないね。養殖業っていうのはこれからなんですけど、はい、海苔はねやっぱりこれからちょっと衰退していくかな。だから改めてね、牡蠣とかあのウニとか、違う養殖の方にね少し視野を広げていこうかなって、今だからちょっといろんなのやろうかと思ってね、事業計画書をね、県の方に提出したりしてます。そうなんですね、はい、うん、なんで海苔だと思うの？いやね、今海苔ってね食害ってね、クロダイみんな食べられちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そうで、要するに海がね、要するにそういう温暖化になっちゃって、うん、要するにあの生育、魚の生育の場所がすごくこう変わっちゃったんですよ。それで今まではクロダイなんていうものは海苔なんか食べなかったんですよ。それがここ数年クロダイがもういたずらしちゃうんですよ。だから全く海苔がこう1センチぐらい伸びても、それがもう1センチぐらいのものが糸にされちゃうんですよ。育とうかなと思って海に植えておくと全部クロダイがつまんじゃうんですよ。クロダイがもうそれこそ束で来て食べちゃう。うん、食べちゃう。でも海苔なくなっちゃう。なくなっちゃいますよ。だからダメですよ。要するにそれを、それをうまい策をしてね、うん、網を垂らして、うん、そのクロダイが入らないように、それが手間暇が大変なんです。うん、いやー大変。いやだ、海苔なくな、美味しいお餅が食べれない。そうだよね、これ。海苔餅ってね。だから今年末やったもんね、うん、そうそうそう、ある意味ね考えて、海苔も今までずっとやってましたけど、その牡蠣とか、はい、ウニとかそういう方面に少しあのちょっと視野を広げてあのやっていこうかなって。あ、うん、朝何時頃で、朝今あのホンビノス貝っていうの貝を取ってるんですけど、はい、船橋の方まで取り行ってるんですけどね、それはね朝だいたい2時半に起きて、3時には海行ってます。ナミちゃんが飲んでる。そうですね、そうですよ。だから私、ね、出生クラブの金曜日あるじゃないですか、はい、第2あれ次の日土曜日が休みなんですよ私、寮が、あの豊洲が日曜日休みだから、はい、土曜日に取ったものは一切受け付けてくれないわけですよ。だから土曜日が我々漁師って休みなんですよ。ううです、だから金曜日なんですね。そうだから金曜日ってことないですよ。これは私作る時に相談したら、たまたま鹿島さんいつがいいって言われたから、私次の日休みだ、金曜日しかないから金曜日にやれればなったら、他の立ち上げた時のメンバーが、はい、じゃあ金曜日にしようかよ、鹿島さんがいつも出やすいようにしようかよっていうこと で、代表です、ね、それがずっと今まで変わらずに来てるわけです。はい、ほんでだから金曜日にやらせてもらって、はい、その時はもう朝まで飲んでも、タカさんのお店行って、はい、そこそこ飲んでもね、はい、皆さんと来てくれる方たちと一緒に朝まで太陽が昇るまで飲んでても別に私は、はい、あの全然問題ありません。いやでもすごい、はい、お元気ですから朝まで。元気ですよ、元気もりもりです。だけどね、人間ってね、ナミちゃん笑いますけど、人間ってやっぱりね、健康じゃなければ何にもできませんからですね、うん、お仕事もできないし、ね、何もできません、はい、うん、あの夜の方もロマンチストで。そうなんですか。夜はロマンチストじゃないですもうね、もうそろそろあれですね、私も引退のあれを、薬を飲まなきゃいけなくなっちゃうの。いや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 、あのね、なんかね、分かるんですよ、私たち、多分奈美ちゃんも。え、何がですか？え、なんかね、あの、もう、あの、はっきり言ってください。男性、笑いすぎて男性を、うん、男性じゃなくなった人と、はいはい、まだ男性を現役でやってる方って、うん、嘘ついてもダメ、分かる。なんか分かりますよね。分かる、うんうん、まあ、いろんなほら、男性見てきたから、かもしれないですけど、はい、うん、ダメって言ってる人に限ってダメじゃないんですよ。そう危ないんだよね。そうじゃなくてね、ね、あのもうこれ主と生クラブの代表じゃなく普通の鹿島健二ですとお話しますから、はいはい、あのね、やっぱりね、恋をしてないと、うんうん、あ、男は終わりですね。女性もそうかも。女性もそうですよ。やっぱり恋っていうのは、うん、やっぱりね、永遠に死ぬまで恋をするっていうのは、私はやっぱりだ、そういうのってロマンチックっていうか、はい、やっぱりロマンっていうか、はい、やっぱり仕事と一緒ですよ、ね、何でもそういうの。花をあげたことある？あげますよ、何回もありますよ、女性に、バラの花もあげたし、はい、
誕生日になったらバナナの昔持ってきましたよ。あのコンパニオンの女の子に持ってったし、クラブの姉さんにも持ってったし、ありますよ、何回もありますよ。うちもだって女房なんか知ってますよ、そういうの。そうなんですね、プレゼントするのっていう女房に言われる。私そういうのってのはあんまり隠さないんですよ。飲み屋へ、ね、今日ね飲み屋に行くからって言ってね、ほんで、まあ、うちの近くの花屋さんに私電話するんじゃないですか、じゃあバラの花何本作ってくれるとか、そういうので電話して、何どこ行くのって言うからさ、私にくれんじゃないので冗談を言うような彼女だから、へえ、いや、あなたには違うもんあげますよと。うん、そしたら全く違うね、うん。お母さんありがとうのカーネーションだけだったり。でもそれでも嬉しいんですよ、女は。だけど女性って花をもらう時のあの顔って素敵ですよね。うん、そう、嬉しいですよね。嬉しいね。あの、まあ、贅沢なものですね、表情が何とも、ね、言えないですよね。なんか他のもんあげるのとまた違って、はい、お花をあげるっていうのはね。はい、うん、結構そういうのは私も何回か経験はしてます、はい、ロマンチストだねやっぱりね。どうですか、海の男。そうですか、そうですか。すごい。4月29日です、うん、はい、わかりました、はい、5月10日です。はい、わかりました。4月29日5月10日すごい、年齢が年齢だからすごいバラになっちゃう、うん、年の数だけもらおうとしてますか？はい。あのね、やっぱりあれ、あれってね、数って年の数じゃないで、ちゃんと1本、2本、3本、4本、5本、6本、10本まであるじゃないですか。はい、何本何本っていうのはその意味がすごくあるんですよ。だから多いからいいもんじゃないんですよ。じゃあ7本が何の意味、8本が何の意味って全部ありますから。はい、全部調べてあります。すごいし、あれを、あれをね、仮にじゃあ45の人に45本あげたから、それ確かにすごいですよ、45本ね、うん、だけどそれをもらった45本がいいものなのか、意味のあるは、ね、8本が何とかって私今言いませんけど、7本が何とか、聞きたい。だから それの意味の方がイコール、それでやっぱりカードが入ってる。そうなんだ、うん、知らなかったね。そうすると本ごく意味合いがあるんですよ。へえ、それ女性も知ってないと。そうですよね。今インターネットで調べればすぐできる。すぐ今日調べます。知らなかった。バラの花のこうやってあれじゃないですか今、うん、言えるじゃないですか、はい、バラの花の何本から、1本は何なの、2本は何なのって聞いてよ。意味は全部ありますから。ちなみに1本だけ教えて。知らないですね、私も。いやー、教えてくれない。私1本今これ見た人が、うん、おそらく今一生懸命やってるかもしれないですよ。ちょっとくまモンさん調べて。1本は何？1本だけでいいから。1本は何？2本は何ってやってる。なんだろう、やってると思いますよ。やってんじゃないですか、向こうで。私1本が多かったな、うん、1本多かったですか、うん、すごいのはね、1本くれたんだけど箱に入ってたの、うん、でバラ、それそのバラってさ、はい、違うでしょ、はい、違うね、ちゃんと箱に入ってた。それで1本でしょ、すごい値段ですよ。結構な値段するんですよね、うん、それで家か、うん、お家帰ったら、うん、その花びらの中に指輪が入ってた、うん、すごい、びっくりしちゃって、なんかその意味があるのかな、だってプロポーズでしょ。そうなの？そういうことなんだ。ママ半分返ししました。半分返しっていうよりも、もう全部身を捧げて、その人が良ければ奥さんになっちゃえばよかったのに。あ、そうな、奥さんいる人でした。あ、それはちょっとよな、俺はこれガードすんな、これで買ったそうなの、意味があるんですね。意味ありますよ、やっぱりプロポーズはプロポーズですよね。やたらな人に指輪を花の中に入れてあげるなんていうのは下心じゃないからね、やっぱり本当の本心で言ってると思うからね。逆はあります、別れみたいな意味の。え、別れの花、別れの花って違うもんだ。本数でだって意味があるんでしょ。ありますよ、だから4とかあれ、うん、なんか別れの花、別れはないんじゃないの、だって不気味な本数とかないのかな。黒バラ、そうそう、いやだ怖いよ、だって別れる人に花あげないじゃないか。だけどやっぱりね、ビンタじゃないの。だけどそういうなんていうの、ロマンチックな、やっぱり花を、花でもやっぱりいろんな花の種類で、もうひまわりは何とか、うん、バラは何とかってあるじゃないですか。花言葉、花言葉、うん、その花言葉イコール本数っていうのが
あのずっとこうついてくる、やっぱりそのそれってやっぱりある程度知ってる方は必ず調べてやってます、うん、へえ、そうなんだ、うん、ただ闇雲に、ね、闇雲にあげたってやっぱり、うんうんうん、なんで私3本しかもらわないのとか、私4本しかもらわないのっていうのね、うん、これ私も45なのになんで40本くんないのよとか、ね、25なのに25本くんないのよ、そういうもんじゃなくてさ、へ、うん、年の数あれもらえればいいのかと思った。加藤時子の歌で100万本の、ね、バラ、ね、バラなんて、あれは正直言っても100万本のバラね、もらうっていうのはすごいことなんだけども、うん、やっぱり100万本のバラをさ、うん、くれる人なんていうのはやっぱりいないと思うから、あれは正直言って空想の世界だからさ、そうですよね、うん、だけども何本かっていうのは意味があるバラっていうのは、あ、じゃあ花もその人によって、うん、あの選んでたバラじゃなくて、うん、って感じですよね。そうですね、あ、うん、その子にあったあったね、うん、お花とかね、うん、よくね、あの開店のお祝いなんかでさ、うん、スタンド花でやってくる人、胡蝶蘭で来るとか、はい、まあその私はだから必ずスタンド花で、あのあげる時には、まあ高さんの時にはあのね、はい、あのあれやったじゃないですか、あ、バルーン、バルーンでしょ、はい、バルーンアートでね、ええ、だけどあの私違うところにねやった時はね、全部私水色で行くんですよ、それは海の、海をイメージして、なるほどなるほど、だから絶対に他の色入れないで、全部水色で統一してくれって、花の種類はいろいろ種類はいいけど、水色の花を集めて一つ、あの作っちゃってくれってね、こだわりがあってね、私三主星クラブでもね何会場かやったことありますよ、うん、目立ちますね、水色のだって花ってそうそうないないですね、だからやっぱり、結構やっぱり今白とかはあるけど、ね、白はありますけどね、白、うん、ピンク、赤、水色と黄色とかってあるけど、なんとなく水色で作ってもらってね、へー、うん、やったことありますよ、へー、うん、結構ね、受けますよ、ね、うん、ですよね、これ誰って言って、いや、それでね、私の名前入ってんと、あっていう感じで、あ、海のね、海のあれなんだなって、うん、そうですよね、うん、今度じゃあ、2人であの船に乗せてもらったら、あ、どうぞ、そうだ、あの船に乗るとね、ただ女性に言っとくんだけど、はい、お手洗いは正直してるものですから、お手洗いが、それと、あのよくね、昔ね、若い時なんだけどね、船に乗ると女性逃げらんないよって、うん、そういう、それ、うん、逆も言えるじゃん、うん、いっぱい来た、うん、すごい、何調べたのやっぱり、そう、くまもありがとうございます、あれ、一本はもう言っちゃったからあれなのかな、言ってみてください、え、9本、いつもあなたを持ってます、いつも一緒にいてください、うん、あるでしょ、ほんとだー、いろいろある、99本まである、はい、永遠ないですよ、99本、ずっと好きだったとかで、過去形これまさに分かれる感じちょっと切ないですね、だこういうね、やっぱりね、本数によって、この意味を、7本だってすごい、ひそかな愛だって、うん、ほんとだ、4本すごいね、重たいな、死ぬまで気持ちは変わりませんだって、4本ってそうなんだって、うん、だからこういうのでみんなが少しでも理解すれば、はい、あ、でもすごい、私はだからこういうので、うん、結構自分で作って、そこにだかすみ草を入れたりね、かすみ草って白がパラパラっとこう、はいはい、ちょっとね、うん、だから仮にじゃあ7本であって、そこにかすみ草を入れるだけでも7本のバラがすごく生きるわけじゃないですか、すごいです、うん、少ないからね、少ないから、なんで私ないっていう、愛に行く愛は、あの彼はこれしかないのかしらじゃなくて、うん、こういうものを読んでいただければ、うん、すごいね、ちゃんと言葉、知らなかった、5本はいいですよこれ、うん、あなたに出会ったことの心からの横だ、あ、ほんとだ、素敵、5本は素敵、だから結婚して、うん、これを本数を1本ずつ増やしていくのもいいし、なるほどね、ね、で付き合ってて、うん、じゃあもう5年ぐらい付き合ってて、じゃあもう5年目だから5本やって、その5本の意味がこういうもんだとか、うん、あ、鹿島さん結婚何年目なんですか、私ね、娘がもう41で、41です、そうなんですね、はい、結婚してね、42年かな、へー、うん、42年
仲良くて。仲良いっていうよりも私ね、奥様に会ってみたいな。正直言ってね、この今主政クラブさっき出たでしょ、はい、主政クラブに入って今の女房っていうのは、はい、今の女房っても女房一人なんですけど、かみさんはやっぱりね、あなたの場合は主政クラブがあるからいいねって言われてた。やっぱり私にこれがないと、要するにあなたの要するにあれって、だからぴったり私にはこの今の主政クラブって当てはまってるかな、仕事以外では。ああ、うん、なるほどね。やっぱり人と人を結びつけるってのはすごい好きだから、あ、うん、で人の集まる仲間のあれっていうのはすごい、重視するからね。だからやっぱりある意味、すごく亡くなったら終わっちゃうねっていうような感じ言われますから。へえ、うん、奥様にも何が言われて。言われますよ、はい、うん、でもね、こうお顔がきっとこう楽しい笑顔で出かけるときはハツラツとしてますね。きっとね、そうだと思いますよね、すよ、うん、あとね、自分でやっぱりその、うん、こうやって身だしなみしくじゃないですか、はい、やっぱりそういう時の、うん、でまして、ね、うちの女房ってあのファッションデザイナーだったんですよ、学校。そうなんだ、はい、でね、コーディネートがコーディネートがね、結構ねうるさいんですよ。で最近私が自分でコーディネートするじゃないですか、はいはい、本当コーディネートするとそれネクタイもっとこっちの方がいいわよとかって言われるわけですよ。そうするとそのネクタイ変えるとしっくりするんですよ。私が選ぶネクタイよりも彼女が選ぶネクタイのはしっくりする。やっぱりプロだから。だからそういうところはね、意外に私も、聞くのがねちょっと尺に触るからっていうのがあるから自分でこれがいいと思ってしちゃうわけですよ、そうするといや、そっちよりこっちのがそのスーツに合うよとか、でスーツをオーダーで作るんじゃないですか、そうするとオーダーで作った時も自分が好きなこのね、のジャケットの色とかあるじゃないですか、そういうのを言うとそれって似合わないんじゃないのって言うと、私その一言でやめちゃいます。あ、そうなんだ。自分がいろいろこう出されるんじゃないですか、はい、生地をね、あの柄とかで、これいいな、これ作ろうかなって言って相手の方と寸法を測ろうとすると、いや、こっちの方にし、こっちにしたらってこっちに返しちゃう。あ、だから連れて行かなければ私ほとんど失敗しました、スーツは。そうなんですね、うん、さすがですね。ただ一言のアドバイスです、それだけですよ、でもね、いつもね、ほんと素敵な、あの、いでたちで。いや、そんなことないですけどね、やっぱりね、こういう第一印象ですよ、こういう異業種交流会の集まりって、やっぱりあのね、私よく言いますけど、まあ今日靴もそうなんですけど、人間ってこうやって見た目で見ると、女性も男性もそうだけど、靴ですよ。あ、靴、足元を見て、ね、はっきり言って、ね、きれいな、ちゃんとね、合ってるような靴履いたり、パンプス履いたりしてる女性でも男性でも、やっぱり身だしなみきちんと、上見ていく。上だけきちんとしてても、下見ちゃうとがっかりしちゃいますから。ねえ、よく言うじゃないですか、タカさん。要するに、私なんか若い時もそうだったんだけど、怪我したり交通事故を起こしたりなんかして、いや、どうしても脱がなきゃいけないとかってね、病院行って、本当に下着が汚いと、まあ汚いって汚れてるわけじゃない、やっぱり切れてるとか、やっぱりそれこそこういういい服仮に着てても、下着ですよね、そうです、私もちゃんと下着とか靴下とか、やっぱり見えないもののところをね、しっかりしてる人は、私は身だしなみはしっかりできてると思いますね、でも本当にね、あのその会合に行った時にね、みんなピチッとしてますもん。そうですよね、うん、すごい、まあ、そういうのが一番大事かな、そうですよね、いくらね、いいものをね、そう、よろってても、脱がされちゃえば、そうそうそう、はぁって思われちゃうようなね、いますもんね、います、あの座敷に上がったらちょっと足臭いよみたいな。あれ、こんなんだっけって。そういうのもあるし。ねえ、ね、ママちゃんとマネキン塗ってるからね。私も自分にちゃんとやってます。そう、綺麗だな。爪が綺麗なの。こうやってやって、すごい綺麗な、もう光ってるから。ちゃんとやってます。や、自分で？違いますよこれ。いや、娘がね、3番目の娘がネイリストなんですよ。そうなんです、はい、すごい綺麗にしてる。ぜひとも、あの、出張来ますよ、娘。え、そうなんですか？やってくれっていうか、いつでも言ってくださいよ、はい、娘来ますから。どこなんですか？あの、娘は、あの、木更津で、自分の家で、
あの一室で やってます、はい、あの、もう子供は保育園預けちゃって、旦那が仕事行ってる自分の自宅でやってます。だからいつもお綺麗で綺麗なピカピカの、ね、集まる時があるじゃないですか。普段はねどうしても漁師だから仕事やるので汚れんですけど、やっぱり会合とかで明日はちょっとね、あの地方の霊界に主催クラブ出るから神戸とかね、はい、だからどうしてもそういうのでちょっと綺麗にしていこうかな。綺麗にしてね、うん、綺麗てる、うん、ね、やっぱりこういうのってちょっとずつでもう身だしなみだから。いやでも、うん、女性は見てますよそういうところ、うん、だ今日もね私ね、あのタカさんと待ち合わせるね、うん、千葉の駅の時にあの皆さん知ってるでしょ、ロクシタンって、うん、はい、はい、知ってます、化粧品、はいはい、あそこちょっと私ロクシタン使ってるんですけど、香水とかね、でたまたまちょっと寄って、じゃちょっとねこう肌の子が突っ張っちゃってしょうがないってロクシタンの女の子に言ったら、これどうですかって今日クリーム買ってきました。もう買ってきたんですか。その時に買ってきました。そしたらね彼女ちゃんとねレジあのやった時ずいぶん爪が切れた、私初めてですよ言われたの。じゃそうやって目に入るのはね、はい、やっぱりそうやってやっぱり普段から身だしなみやってなきゃいけないんだなって。そうですね、うん、もう本当に勉強になります。やっぱりと言ってもらえるとね、やっぱりやった甲斐があるなって嬉しいなって思いますよ。うん、いやもう男でも女でもね、そうですね、それとか綺麗にしないと、うん、なんだかんだで終わりの時間に、ね、なってしまった、ね、早かったな。なんか知らないけどさ、私さ、はい、今日初めて出させてもらったけどさ、ナミ、はい、さんさ、はい、全然話さないね。話さないですか。すごいけど私が取っちゃったのかもしれない。いやいやいや、そんなことない。だって普段もっとあれ、ね、夢中になっちゃって。でもね、2回目出てもらいましたけど、その時はもう、その時はもう、あ、 2回目でも3回目で呼んでください。今日また今奥様がこう違う話しましょうよ。はい、わかりました。学生時代の話とかね。あ、いいですね、聞きたいですね。それこそ初恋時代の、はい、そういう話とかね、はい、うん、ありがとうございました、はい、今日はどうもありがとうございました。また来週また見てくださいね、皆さんね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。